この本は多分世界の中で鮮明の夢についての究極の本ですね。この人は本当に深い理解をした。夢とは全世界の伝統から引用しながら自分の体験も、ね、取り入れながら究極の本です。残念ながら日本語訳はないと思うんだね、うん、でもあとこう置いとくからね、あのブレイクタイムによく見てください。どんだけこの人は研究したかということ、ね、だからこの本を吸収して皆さんのためになる情報をシェアしますと。自分の体験も取り入れて、さまざまな方法でもって皆さんが鮮明に夢が、ね、はっきりと見るようになるための今日一日のことですね。はっきりしますよ、ね、どんだけの発明は夢から生じたのか知ってますか。アインシュタインの相対性理論は夢の中だった。で、偉大な科学者の大発見、大発明のヒントは夢の中だった。昨日見たのは NASA の、NASA に関連する会社の社長が出てきたんですね。月に基地をどのようにして作ることができるかということですね。もう将来的に間違いなく基地を作らなあかんということで、でも現実問題として人を派遣して人たちによって作ってもらうコストと、ね、エネルギーとかもう無理無理で、ずっと頭の中にどうしたらもうなんかヒント、そして寝る前にちゃんと頼んだ自分に、もう夢の中でとにかくその月に基地ができるように、もうあと全部プランニングできるけれど中心ヒント欲しいということで来ました。記憶の働きと夢は関係しているということはとても大切だと思いますね。で、過去の記憶ね、過去性があるかどうかとかね、いろいろこれは関係してくるわけ。未来性は、あるアメリカの人類学者は、ある石を触っただけで未来の記憶いっぱいダウンロードした話がある。普通の人類学者ですよ。ハワイのある石を触った瞬間にブーッ、未来の自分とコンタクトして数千年後の地球にドッキングして、そしてなんでこうなったのかを教えてくれる。それはトランス状態、夢ではないね、ちょっとトランス状態ね。だから今日はトランス状態と夢とビジョン、変性意識状態ね、幽体離脱、いろんな関係するトピックになります。